きますけど、やっぱりこの九州の方はやっぱりもちろん外気温に左右はされてしまうんですけど、まあ、収穫量はやっぱり2倍とか3倍っていうのは実際に出てきた数字ですね。はい、まあ実際に今だと水耕栽培がありますから、水耕栽培と比べたらそんな2倍3倍っていうわけじゃないんですけど、やっぱり同耕栽培で比べると、収穫量の違いは出ますし、はい、うちの、まあ、それだからこそ、昔20年30年前からずっと使ってくれてるっていうのは、そういうところですね。正直うちは売るお手伝いはできてなかったわけですね。ただ量が取れるお手伝いしかできなかったわけですね。どうしても20年30年前だと美味しい野菜、栄養価の高い野菜では売れなかったんですね。でやっぱり量が取れるだけで販売してたんです。収穫量に関しては一番自信があるところですね。はい、ただやっぱりこの一番ネックなのはアスパラですね。アスパラというのはやっぱり、肥料をとっても食います、追肥で1ヶ月に20袋キロ安やってもらうといけないです。やっぱ合わないですね。一般的に自分で売らないとですね、まあ、そういったところはやっぱりあるので、たくさん量を取ろうとしてもやっぱコスト的に合わなくなってしまうよという部分もありますから、そこはちょっと注意していただきたいんですけど、量は、しっかり取れますね。